おい生命、生命はいるか。クロム城、そんな大きな声を出しては失礼です。生命様、冥界への案内人が来ましたよ。白無常、黒無常、何の用だ。今回はお前を助けに来たんだ、生命。黒無常、言い方が乱暴です。やはり生命殿には私から説明します。生命殿がヤマタノオロチを倒し、陰陽の均衡を取り戻してくださったことについてはエンマ様も大変喜んでいらっしゃいます。ですがカグラ様の魂から悪霊の声が聞こえるとのことで、こちらについて強く懸念を抱いていらっしゃいます。さすがエンマだな。そんなことまで知っているとは。確かに我々は今その件で悩んでいたところだ。生命。心配いりません、生命殿。エンマ様はあなたを助けるために私とクロム城を派遣したのです。ということはエンマのやつはどう解決すればいいか知ってるのか。カグラ様の魂には今二つの意志があります。もし悪霊の意志を分離させることができればカグラ様は元に戻るでしょう。魂を分離させるだと？そんなことができるのか。たとえ神であっても難しいことでしょう。しかし魂を分離できるという妖怪が存在するのです。彼女の名前はメンレイキ。都にある昔貴族が住んでいた屋敷に住んでいます。占いにも寂れたお屋敷が現れました。どうやら同じ場所のようですね。早速その妖怪を探しに行こうぜ。俺についてこい。ここです、生命殿。古いお屋敷ですね。昔は立派なお屋敷だったのでしょうね。八尾ビクニ様のおっしゃる通りです。ここの主人は身分の高い人物でしたが、仮面の収集に夢中になってしまって世間への無関心さゆえに一族は凋落の一途をたどりました。仮面か。生命、強い力が近づいてくる。はあ、目覚めの時が来たようだ。あ？強い力ってこの子供のことか？全然強くは見えないな。茨城童子みたいなやつかと思っていたのに。あんたたちは何者だ？人に尋ねる前にまず自分から名乗るのが礼儀ってもんだろ。ここは仮面の館。私はここの主、メンレイキだ。私は陰陽師の生命だ。実は頼みがある。メンレイキ、お前は魂を分離できると聞いたが本当か？もちろん。もし意志が融合していなければ可能だ。だがもし意志が一体化していたらもう分離するのは不可能だ。それなら大丈夫です。神楽様の魂には邪悪なもう一つの意志があります。もし神楽様を助けていただければ冥界の我々もあなたに心から感謝いたします。他人の魂を分離したことはない。だが面白そうだな。おい本当に大丈夫か、生命。かなり怪しい感じですが。あんたがカグラか？うん、こんにちは。私についてこい。あんたの魂には二つの意志がある。うん。まだ融合していないようだ。分離できるぞ。みんな最後の心を守れ。
カグラ、大丈夫か？魂が眠っているだけだ。魂の分離の儀式はすでに始まっているのか？そうだ。続けるには陰の気の一番強い時を待つ必要がある。儀式の中で一番重要な部分はそれから始める。陰の気の一番強い時、まさか大間が時か？そう、大間が時だ。それまで待っていろ。なんだよ、消えちまったぞ。あいつ本当に信用できるのか？クロム城、あなたはエンマ様の判断を疑うのですか？琥珀も、あの少女は変だと思います。でも、とても強力な妖怪であることは確かですね。この結界を張るには相当な妖力が必要でしょう。なあ、生命、どうする？ここで待つのか？今はそうするしかない。エンマ様が間違っていないことを祈るばかりですね。大間が時はもうすぐです、生命さん。この屋敷の陰の気が急に強くなりました。生命殿、どうか気をつけてください。うわ、まるで陰界に落ちていくようだ、弟よ。クロム城、仕事中にそう呼ぶなと何度も言っているでしょう。あれ、なんでここに人がいるの？また突然子供が現れたぞ。彼女はこの世の人ではありません。おい、お前、生きた人間じゃないな。はい。おかしいですね。明らかに聖者ではありませんが、彼女を冥界に連れて行けという命令は受けていません。まさかハンガン様の怠慢でしょうか？なぜ人間界に残っているんですか？あ、怖がらないでください。私たちの仕事は妖怪でさまよう鬼を助けることです。私たちを信じていいですよ。わかりました。みんなが言っていた鬼使いとはあなたのことなんですね。みんな？あれ、鬼使いたちは全員乱暴だと聞いていましたが、あなたは優しいんですね。乱暴な鬼使いっておそらくもう一人のことですよね。ふん、犬っころめ、何を言ってやがる。誰が乱暴な鬼使いだ。あなた方になら助けていただけるかもしれません。願いを教えてください。あなたの願いを叶えて差し上げましょう。たとえ今は心に憎しみしかなくともいいのです。そのまま教えてください。私の願いは、私はずっと昔から私は ずっと昔からお父様とこのお屋敷で一緒に暮らしていたの。お父様は仮面が大好きで、いろいろな仮面を集めてうちに置いていました。その中でもお父様が一番気に入っていたのは、畑の川勝が作った七つの仮面だったわ。魂の宿った傑作だとお父様はよく言っていた。ある日お父様が出かけるとき、私は仮面が欲しいとお願いしたの。お父様が家を出ている間は時間が経つのがすごく遅かったの。寂しかったけど、お父様の仮面が一緒にいてくれた。そしたら変なことが起こった。
壁にかけた仮面がまるで魂が宿ったかのように喋り始めたの。仮面は常に霊気を吸収しているとつくも神になってしまいます。それにもし波多野川勝が作った仮面なら、確かに喋り出してもおかしくありません。こうもて福の神、セミ丸、大飛びで、キツネ面、ウバ、サル、私と仮面たちは友達になったの。毎日みんなと楽しく遊んでいた。でも急に魂を奪う妖怪が現れて、みんなの魂があの人に奪われてしまったの。おい、こいつは面霊鬼のことを言ってるんだろう。魂を奪う妖怪ってのは。やっぱり道理で怪しいと思いました。あの人がお父様のくれた七つの仮面から魂を奪ってから、仮面は喋れなくなってしまったの。絶対あの人を見つけ出し、みんなの魂を返してもらうわ。これが私のお願い。仮面たちの魂を返してもらうまでは絶対に冥界に行かない。その願いが叶えば、私たちについてきてくれますか？もう時間よ。私行かなくちゃ。お願い、お父様の仮面の魂を取り戻して。優しい鬼使い様。さあどうする、生命。もしあいつの言ったことが本当なら、面霊鬼は神楽の魂も奪うつもりかもしれないぞ。今はまだ判断できない。いずれわかるだろう。大間が時が来た。魂の分離の儀式を始めよう。生命、儀式を始める前にはっきりさせるぞ。どうした？何かあったのか？なるほど、あんたたち彼女に会ったんだな。あの少女はお父さんの仮面の魂を取り戻したいようですが、願いが叶えばここを離れるそうです。返してもらえませんか？それは無理だ。仮面の魂はもう私の魂と融合してしまった。そして彼女はこの体に宿っているもう一人の自分だ。彼女は私であり、私は彼女なんだ。おいおい、話が噛み合ってないぞ。厄介だな。一体どっちを信じたらいいんだ？二人で直接話せないのか？それも無理だ。私と彼女は同じ体にいる二つの魂なんだ。彼女が現れると、私は意識を失う。あなたの話が本当かどうか証明できますか？証明なんかできない。それから大間が時はすぐに終わってしまう。早く儀式を始めないと間に合わないぞ。妖怪め、俺たちを脅してるのか？事実を教えただけだ。わかった。二人で話ができればどちらが真実かわかるということだな。もしあんたにそんなことができるならな。試してみよう。あの女の子の意思を一時的に神人形に封じる。お前と彼女を会わせよう。そんなことができるんですか、生命殿？臨、病、当、者、会、人、列、在、全、救急によりつるよ。さすが生命殿です。本当に彼女を召喚するとは。あなた、面霊鬼！あなたがみんなの魂を奪ったんだ。返して！もう喧嘩が始まってしまいました。皆の魂を奪った者は私でありあんただ。違う、私じゃない。父さんはあんたを寂れたお屋敷に閉じ込めたが、
仮面たちは彼の部屋に大切に保管していたんだ。何を言いたいの？弱いあんたは自分を騙し始めた。そしてあんたの魂も歪み始めた。仮面への嫉妬心がさらに深まり、ついに父さんから仮面を奪い取ったんだ。仮面はあんたの歪んだ魂を吸収して妖怪になった。黙って！あんたは仮面たちにそそのかされて重い罪を犯した。自分のしたことを受け入れられず私を作ったんだ。私はあんたの魂をもう一人の自分として全てを背負うことにしたんだ。私たちは父さんに愛されることはなかった。でも妖怪になった今、私たちは自由になったんだ。私たちには嫉妬する自由、悲しくなる自由、愛する自由がある。そして自分の将来を選ぶ自由もあるんだぞ。どうして妖怪になることは悪いことだと言えるんだ？黙れ！嘘だ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 ！あなたが言ったことは全部嘘だ！仮面たちを、私の仮面たちを返して！仮面たちを取り戻せたら、お父様が戻ってくるはず！まずい！暴力が暴走し始めたぞ！ものすごい力だ！俺に任せろ、セメ！目覚めよ、時は来た！ノッコン少女。えい！ダメ、私の小鳥たち。残念だ、みんな死んで。いい夢を見る。私の腰。えい！ダメ、私の小鳥たち。お面が汚れた。やっと勝ったか。強敵だったな。魂ごと消えたのか？彼女は隠れただけだ。彼女は常に現実逃避と自己欺瞞していて、危険な目に遭うと消える。セメさんは初めからお見通しだったのでしょ？少し疑っていただけだ。彼女と面霊鬼の気配がかなり似ていたからな。最初は彼女の魂を自分から分離させて別の器に入れるつもりだったができなかった。おそらく私の心の中に彼女の一部分がまだ残っているんだろう。感謝の印にその子の魂を分離してやろう。え？最初はそのつもりじゃなかったんですか？そんな、やっぱり簡単には信用できないですね。これは危険な妖怪ですよ。私の導きに従うんだ。離れよ！ラム、私はこの世を恨んでいる。儀式は終わった。この魂は黒い恨みに満ちている。この世界を深淵に引きずり込もうとしている。なぜ彼女たちはこんなにこの世を恨んでいるんだ？彼女たち？そうだ、この魂にはたくさんの巫女の怨念が集まっていた。こんな魂を見たのは初めてだ。それは他の生贄の巫女たちの魂だ。しかし、なぜヤマタノオロチの魂ではないのだ？ヤマタノオロチ、あの都の下に眠っていると言われている邪神か？私にはそこまではわからない。魂は分離された。
この少女の魂にはもう彼女の意志しかない。稀に見る純粋な魂だ。生命、ヒロマサ、私どのくらい寝てた？カグラ、大丈夫か？うん、心配しないで。あれを見ろ、魂が消え始めたぞ。彼女たちはようやく冥界へ進もうとしています。生贄の巫女の魂、彼女たちの短い命には裏切りと苦痛の記憶しか残らない。なんと悲しいことでしょうか。冥界の安寧が彼女たちの苦痛を和らげることを祈っています。未練のある鬼を助け、平静な心を取り戻すのが私たちの役目です。未決、生贄の巫女の魂は本当に眠ったのか。はい、スサビ様。この長年続いた罪深い儀式がようやく終わったのです。力を追求するために邪神と取引をした源家、復讐のために悪霊と化した生贄の巫女、愚かな人間ども。神に愛されないと嘆きながら悲劇を起こしたのは彼ら自身なのだ。